今回はね、妬み意識とかね、妬み差別というものについて説明するんですけども、よくこの同和事業を批判するとですね、解放同盟に高度に洗脳された人がね、それは妬みだとか差別だって言ってね、発狂することがしばしばあるわけです。で、これがおかしいっていうことはね、まあ、いわゆる常識的な感覚を持ってる人にはまあ説明しなくてもいい話なんですけども、まあ、このチャンネルはですね、いろんな人を対象としたいので、まずその解放同盟に洗脳されてしまった人はですね、その自分の感覚というものがね、いかに異常かっていうことを気づくためにこの動画を見てほしいんですよ。で、常識的な感覚を持ち合わせてるっていう人は、なんでそのね、妬みだとかそういう異常な考えを持つに至る人がいるのかっていうことを理解するためにこの動画を見ていただきたいんですね。で、まあ、過去の経緯からすると、その同和事業が始まった頃に、まあ、当然その事業のために税金が投入されるわけですね。で、税金が投入されること自体は別に悪いことじゃないんですよ。ただその同和事業以前から、その住宅密集地のようなところには改良するために国のお金を投入するっていう仕組みはすでにあったわけですし、生活保護みたいな制度もね、もうその頃にあったわけです。同和事業で何が問題なのかっていうと、やっぱり不必要なところにその税金が出された。だから地区によってはね、その未指定地区っていうのもあって、そこはもう積極的に事業を受けなかったんです。辞退したっていうところもあるんです。で、その理由っていうのは、やっぱり物もらいみたいなようなことは、物もらいみたいなことはしたくないと、ね、施しを受けるのはみっともないっていう考えから辞退するんですね。まあ、そういう考えに至るのは、やっぱり必要ないと考えてるってことがあるんですよ。自分たちでできるんだ、なのにお金を受け取る必要はないっていう、まあ、そういう考えなんですね。ということは、これはね、裏を返せば、その同和事業で、まあ、必要もないのにお金を受け取ったようなところっていうのは物もらいっていうことなんですよね。まあ、まだソフトな表現ですよ。直接的に言えば、まあ、こじきとかそういう言葉があるんですけども、とにかくそういう必要もないものを税金から、必要のないお金を受け取るっていうのは、やっぱあまりみっともないというか、誇れるようなことではないわけですね。無論その、まあ、都市部のね、労働型部落とか、そういう住宅密集地とか、明らかに施策が必要なところは、まあ、それは必要だと思いますよ。ただ、まあ、だんだんとそこでね、ちょっと話がおかしくなっていくわけですね。で、必要な分だけね、必要な施策をやって、そのためにお金をもらうっていうのは、別に物もらいでも何でもないと思うんだけども、明らかに必要ないのにずっとずる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 事業を続けると、それはもう物もらいというふうに見られて仕方のない状態になっていくわけです。それがまず第一段階です。で、第二段階になるとですね、今度はもう物もらいなんて、そんな生優しいことじゃなくて、もう泥棒や強盗の類になっていくわけです。今かなり厳しい言葉を使ったんですけど、例えばその騙したりとかね、あるいはこの役所にね、こう圧力をかけて、差別だ差別だって押しかけて、で脅して、それで予算を引き出すっていうことになると、もうこれは泥棒や強盗っていうふうに見られても仕方ないんです。で、同和事業っていうのは、もう終盤に近づくにつれて、もうそういう状態になっていったわけです。これはもう説明するまでもなく、もうそれはね、明らかなことだと思うんですよ。同和事業に対して批判をするっていうのは、別に妬んでるとかそういうことじゃなくて、そのいわゆる物もらいやね、物もらいに対して、そんなお金受け取るのは恥ずかしいだろっていうふうに諭すことで、あるいは泥棒や強盗に対してやめろということ、それが同和事業に対する批判なんです。それに対して、それは妬みだっていうふうに返すっていうのはね、おかしいっていうことは、それは分かりますよね。そういうことなんですよ。だから解放同盟に洗脳されて、その妬みって言ってる人は、まずちょっとこのさっきの例えを思い出してください。強盗や泥棒をやって、それに対してね、やめろって言われて、ね、それは妬みだって返すのは相当おかしなことでしょ、ということなんですよ。それから、まあ仮にね、これが物もらいだとか強盗や泥棒じゃなかったとしても、その妬みっていう感情を抱くっていう、まあ、そういう言葉を持ち出す時点で、やっぱ必要以上のお金をもらってるって認めてると同様なんですよね。で、常識的な感覚だと、やっぱりその税金からお金をもらおうっ
ていうことをね、積極的にやりたいって普通思わないはずなんですよ。やっぱり自立して自分のお金でやっていきたいっていうふうに思うのが普通だと思うんですよ。税金ってやっぱ人のお金なんですからね。だからそれに対してその妬みを抱くとしたらね、その妬みを抱く人もまあ確かにいるかもしれないけど、そういう人はやっぱり感覚がおかしい。だから大部分の人はやっぱりその童話事情を批判するってのは別に妬んでるわけじゃなくて、その物もらいやその泥棒や強盗を見てるような感覚で言ってるんです。これは厳しい方だけども、事実そういうことなんですね。例えば童話地区の林保館について、これはまあ実際地区の人からこういう話よく聞くんだけども、やっぱりみんなね、林保館なんて使いたくない、みんなというかその特に地区外の人はね、そのやっぱりそういう税金で施しを受けてるような連中とは同じように見られたくない、だから使いたくないんだっていう感覚はやっぱ周囲にあるわけですよ、差別とかそういうことじゃなくて、そんな、ね、プラグだからとかそういう漠然としたことじゃなくて、あれは税金を使って作られた箱物なんだと。で今でもね、そういう職員を雇って税金をつぎ込んでると、そういうところにね加担したくないっていう意識はねやっぱりあると思うんですよ、常識的な感覚を持ってると。じゃあその解放同盟に高度に洗脳されてその常識を失ってしまう人がいるのかっていうと、まあまず一つはですね、その洗脳ですね、あの過去 の, その自分たちの先祖はね差別されていじめられてきたから、それに対する代償を受け取るのが当然だみたいなね、そういう感覚というものをですね、そのまあ解放同盟の活動だとか、あとは学校の解放教育の現場なんかでそういうその歪んだ考えを植え付けられていくわけですよ。まあもちろん先祖がどうこうなんてそんなね、まあ大体解放同盟にほとんどその先祖分かんないし、エタなのか否認なのか分かんない人がほとんどだし、じゃあ仮にそうだったとしてね、じゃあそれが今生きてる人に何の関係あります？実際じゃあ差別されたって言ってもね、そのじゃあ江戸時代に得た否認がどういう生活をしてたかとかね、じゃあどんな風に差別されてたかなんてね、そんな歴史学的にも結局よく分かってないわけですよ。よく分かってないし、じゃあ今ね目の前にいる人の先祖と自分の先祖がどういう関係だったかなんて、そんなこと分かるわけないんですよね。そこで先祖がどうこうっていう話を持ち出すのはまずおかしいですよね。まあ、そこまでね異常な考えに至らなくても、やっぱり税金から施しを受けるようなのがずっと常態化していると感覚は麻痺してきますよね。最初はやっぱり後ろめたい気持ち、そうでなくてもやっぱりその感謝する気持ちっていうのがあったのが、だんだんねもうそういうのこと、そういう感覚がなくなって、もう当然だっていうふうに思うようになって、でも最終的にはもうね、その脅してでも取るみたいな、そういうことになってしまうわけですね。そういうふうにだんだん人間性が歪んでいくと。だから松本治一郎が童話対策を始める前に言ってた、童話事情っていうのは部落民を堕落させるっていうのはまさにそういうことなんです。歪んだ税金の使い方っていうのはやっぱ人間を歪ませる、それは差別解消にもつながらない。もともと差別があろうとなかろうとね、その税金で施しをすること自体が差別を生んでしまうっていうことになる。やっぱり周りとは明らかにその感覚はずれた人が集まる場所を作ってしまうと、そして周りからもその、ね、ああいう連中とあんな税金で施しを受けてるような連中とは一緒にされたくないっていうようなふうに周りが思うようになるし、じゃあそのことをね指摘してもね、その当事者は妬みだってすごい的外れな反論をするようになってしまうわけですね。だからこの妬みとかね、妬み意識とか妬み差別っていう言葉、これ、まあ、今後ね社会教育とか社会事情っていうものをどうやってやっていくか、あとまあ未だにこう根強く残ってるですね、この童話事業の後遺症というものを解消するためにですね、この言葉はしっかり理解するべきではないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。